博多駅に来ておりますが、そうですよ、博多駅もだいぶ変わったね。いや変わらんもんもあるったい。その振りじゃない、はい、それが聞きたかったんじゃないけど、はい、久しぶりに来ると、はい、ね、銀行がなくなりますよね。そうですよ、みんなどこに貯金してるんですか。いや、それはあるそれはある、いっぱいある、いっぱいある。博多プラザ、あの西銀がない、貯金出してくれないよ。それちょだまね、あの博多プラザでパチンコ屋さんやからね。お父さん入れないで、うん、お父さん乗らなくていいですからね。ありがとうございます。ということでどんどん開発進んでおりますが、うん、僕らはね、活動よく天神の方で活動すること多いんですが、そうですよね、やっぱね天神の方もね景色が今刻々と変わっていっております。いやもういろいろね本当、うん、開発進んで建物が建つ準備があったりとか、はい、建物が壊れたりとかね、はいはいはい、いろいろ破壊と相続が繰り返されておりますけれども、ね、その都市再開発計画のことを、うん、天神ビッグバンっていうね、ビッグバン計画っていうらしいんです。知ってます皆さん、天神ビッグバンっていうんです ね、でそれでかっこいい名前だなと思って、うん、それをね、ただね、周りに聞いたらね、意外と天神ビッグバンのこと知らない人多いのよ。そうですね、天神ビッグバンについて教えてって言ってもね、うん、なかなかね、いい答えが返ってこない、うん、なんで我々がですね、まあ、人肌脱ぐちゃね、あれですけれども、そうね、うん、ね、ちょっと天神ビッグバンのことを分かりやすく曲にしてきましたんで、うん、そちらの方でね、あ、最近こんな風に変わっていってんだなって知ってもらえればと思います。それでは星屑ロリです。最後の曲、天神ビッグバンアタック。足止めていただきありがとうございます。